こんにゃくの料理だけを出している千歳山こんにゃく店。創業は昭和元年。山形に観光に来たらぜひとも来てみたいお店です。さあ、どんなメニューなんでしょうか。飲み物、そしておにぎり以外はすべてこんにゃくですね。見事に。こんにゃくってのはあくまでもこの歯触りが生命なもんですから、それをどういう皆さんにこの喜んでいただけるようなこのこんにゃくを作るかっていうのは、それが生命なわけです。山形のこんにゃくといえば玉こんにゃく。このお店の玉こんにゃくは一回り大きくて評判通りの美味しさ。はい、お待ちどうさま、玉こんにゃくです。皆さんにこの喜んで食べていただけるように、一回り大きくなってますね。あくまでもこんにゃくを食べていただく、そういうメインとした定食になってます。評判いただいて、皆さんに喜んでいただいてます。このおふくろの味とかこの素朴の味が非常にこの好まれてる時代なもんですから、そういう意味ではこの醤油とまた一味違ったこの味噌味っていうのは、この田舎風っていうのか素朴な味っていうのか、そういう意味で大変こう喜ばれております。ハンバーグを食べた風のこんにゃくを食べていただくということですね。普通のこのラーメンと違って、この満腹感はあるけれどもこのカロリーがないという、そういう特徴になってます。たまにはこのお腹の中もこのお掃除していただくって、まあお風呂は皆さん毎日入っておりますけれども、やっぱりこのお腹の中もやっぱりお掃除していただくという、そういうアイデアです。千歳山こんにゃく店の味をお宅で味わいたい方はこちら、千歳山こんにゃく店です。どうぞ若い方も年配の方もいつでも一ついらしてください。